由美子さん、こんにちは。いつもお世話になります。速稼塾の久保でございます。この度ね、私のズーム対談の依頼を受けていただきましてありがとうございます。今月中に OK ということなんで、いくつかね、日程の方をお送りしたいと思いますけども、私の都合で申し訳ありませんけども、21時からにしていただけると非常に助かります。というのがね、私ね、48になりましてね、まあ、同い年ですけども、子供がやって生まれましてね、まあ、結婚も遅かったんですけども、で今ね、結構8時半ぐらいまでは起きてることが多いんですよ。まあ、少なくとも8時までには寝かしつけようと思うんですけども、場合によっては8時半ぐらいまで寝てるかもしれませんので、ですので、ズームライブをやる際はね、いつも21時にしてもらってるんですよね。というところで、お疲れのところかもしれませんけども、21時以降でお願いできればと思います。そしてですね、音叉による、まあ、まさにね、体の振動と体の水分っていうところですか、この若さとか健康とかね、そういったものに直結する音での波動、音での瞑想、これね、素晴らしいと思いますよね。もちろんお酒を飲んでいる場合は、多分その代謝量がちょっとおかしくなるんですかね、普段と。だからお酒を飲まない方が有効だと思いますし、私も実際お酒ね、もう10年以上飲んでないんですよね。まあ10年って言ったら言い過ぎかもしれませんけども、とんとん飲まなくなりました。で、おかげさまでお茶とね、お水で結構フレッシュな体を保てております。あとはね、由美子さんにちょっとこうレクチャーしてもらいながら、本当の意味でね、心の底から健康になっていきたいなと思いますし、由美子さんみたいにね、こうお腹シェイプアップできるような、そんな体になりたいと思っております。よろしくお願いします。それでは私のホームジムからお届けしました。ありがとうございました。